えー、少人数のウェブ会社に勤めている26のエンジニアです。社長からこういう機能とかできそうみたいな技術的な質問をされる時にポジティブに実現するためにいろいろ考えたり提案します。一方で50のエンジニアは基本的にやってみないとわからないというばかりで保守的に実現ネガティブです。お客さんの要望を削り出しです。年を送っとやはり人間は保守的になりがちなのでしょうかそれともただの生活でしょうかえっと保守的になりがちです。あの結局そのいろいろ試してみたけどダメだったっていう経験もあったりするのでであの、ダメな理由って結構簡単に作れるんですよね。 で、ダメな理由を言ってる限りは間違ったことを言ってないので、なので、あの、人間が保守的になりがちっていう話だと思うんですよね。あの、ま、あ日本ってなんで経済成長こんなにしないのっていうので、多分抜本的に新しいことをしない限りもう変えられないと思うんですよね。なので僕ベーシックインカムにした方がいいんじゃねえのみたいなこと言うんですけど、でもじゃあベーシックインカムみたいな新しい仕組みがうまくいくかどうか分からないじゃん。じゃあ今のもやった方がいいよねみたいなことっていうのを、まあ、あの、高齢の方が割と望むので。なのでその今まで通り同じこと、 こうことを昭和の時代平成の時代同じことをやり続けて令和の時代も相変わらずなんかのなのであの高齢者ができないっていうのは当たり前でそっちの流れに従わない方がいいんじゃないかなと思うんですけど残念ながら高齢の人が言うことっていうのを結構正しいと日本は思いがちなんですよね。